では初めにクラブから山本正樹グラスルーツアンバサダーへ記念品と花束を贈呈いたします。プレゼンターは山本正樹グラスルーツアンバサダーのご家族です。こっちも当たる。マスク取ってもらった方がいい。ご家族の皆様、ガンツくんありがとうございました。それではここで山本正樹グラスルーツアンバサダーよりご来場の皆様へご挨拶をさせていただきます。皆さんこんにちは、山本正樹です。まずはじめに、僕のために1年半しか在籍しなかったんですけど、そんな僕のためにこのようなセレモニーを用意してくれたクラブに感謝したいと思います。ありがとうございます。1月に発表しましたが、昨シーズンをもって現役生活を引退することを決断しました。清水エスパルスでデビューし、サッカー選手の土台を作り、コンサドーレ札幌で試合の経験を積み、川崎フロンターレでは技術の大切さ、選手とサポーターとの距離感、千葉では勝つこと、そして昇格することの難しさを知り、松本山雅では地域の温かさとチームに対する強い思いを知りました。5クラブに在籍してたくさんの人と出会い、支えてもらい、ここまで走り続けてくることができました。今まで携わったチームメイト、監督、コーチングスタッフ、メディカルスタッフ、社員の皆さん、サポーターの皆さん、スポンサーの方々、そして何よりどんな時も一番近くで応援してくれた家族、どれか一つ
欠けていたら今の僕はありません。特に家族には本当に大きなものを与えてもらいました。毎朝練習に行く前に子供たちにパパ頑張ってと見送ってもらえなくなってしまったのがすごく寂しいです。僕の中で35歳までやりたいなという一つの目標があって頑張ってきたんですけど、実際33歳で辞めることになって、でも全力でやってきて燃え尽きることができたので、それはそれで僕らしくていいのかなと思っています。すいません、ちょっと飛びました。ちょっと待ってください。恥ずかしいな。そうですね、ちょっと待ってください。すいません。こんなんで言いたいことを飛ばしたいと思います。今までやってきて、後悔というか、心残りのことが正直いくつかあります。その2つだけ言わせてください。1つは、最後、満員のアルウィンでプレーできなかったことです。あの満員のアルウィンの雰囲気、空間というものはそれだけで山鹿に来てよかったなと思える瞬間なので、本当にそれが最後味わえなくて残念です。インタビューとかでもこれは言うんですけど、アルウィンというのはホームチームの山鹿にとって大きな勇気を与えてくれて、アウェイチームには大きなプレッシャーを与える、そんな特別なスタジアムです。今シーズンもまだ入場制限があり満員にとはいきませんが、一人でも多くのサポーターの方に来ていただいて、柴田監督のもと今シーズンこそ J1 昇格できるように選手を後押ししてほしいと思います。もう一つはちょっと厳しいことを言ってしまうんですけど、トップチームの若手にもってもっと頑張ってもらいたいなと思っています。去年感じたのはがむしゃらさが足りないのかなと。やっぱり強いチームというのは若い選手がギラギラしていてガツガツしていて、練習から年齢関係なくしのぎを削り合ってるからこそチーム力が上がっているんだと思います。みんな才能やポテンシャルがあるのは分かっています。ただその才能を生かすも殺すも自分次第です。もしうまくいかなかった時があっても、自分の弱さに負けず強い気持ちを持ってプレーしてほしいなと思います。自分と向き合って普段のトレーニングから 100% でやってもらえればなと思います。本当に厳しいことを言っていますけど、期待しているからこそなので、少しでもこの思いが伝わってくれればなと思います。今少し話は変わるんですけど、今
僕はグラスルーツアンバサダーとして活動しています。スクールコーチとして子どもたちに指導したり、ホームタウン活動をしたり、ガチャさんと YouTube 配信したりと幅広くやらせてもらっています。山川はもちろん、大きく言えば長野県全体のレベルが上がってくれればと思って活動しています。ただこれは僕一人ではできません。松本山川というクラブだけでもできません。皆さんと歩んでいくからこそできることだと思います。そのためにできることはいろいろとやりたいと思うので、何かあればたくさん言っていただいて、どんどんチャレンジしていければなと思っています。開講されます。僕がメインのコーチになるので、ぜひお子さんに来ていただけたらなと思います。今月の25日無料体験があるので、ぜひお越しください。言いたいことが本当に飛んでしまったんですけど、本当にここまでやれたのは皆さんのおかげです。充実して本当に幸せなサッカー人生を送ることができました。本当にありがとうございました。山本雅樹グラスルーツアンバサダー、ありがとうございました。そして16年間の選手生活、本当にお疲れ様でした。この後山本雅樹グラスルーツアンバサダーがスタジアムを一周いたします。
最後が一番濡らしてたもん。最後が一番濡らしてたよ。